廃コンに行きます。今回は15戦です。どういうことかというと、役立ちすぎてこれまた常識な小技15個ですね。タイトルはまたまた適当です。割と洞窟に関するものが多いかも。適当。というわけで1個目は行きます泳ぎ広口ジョーアープ。ネーミングも適当ですね。このように1マスの隙間に泳いで入ります。そしてログアウト。空豆にログアウトしてもらいましたので、戻ってくるまで待ちましょう。これはお察しの通りリログしたら地上まで瞬間移動できる技です。あそこに出てくるはず。スイッチはリログに時間がかかるので30年ほど待ってみると、出ました空豆のネームタグ。次の瞬間、石の上までワープしました。石の上にも30年。1マスの隙間というのは、それこそ、1マスの隙間があればいいということですね。こんな感じ。そこへ水を流して、泳ぎ入りましたら、あとはリログするだけですね。ちなみにこれは、1マス中の1マスでもできます。こんな感じで1マスしかない柱でも、上手にできました。あとは途中に空洞がないことを祈るだけですね。あるとそこへ出てしまい、一発では地上へ出ることができないので。ってこと？2個目は床抜けトラップドアです。こちら実は1年ほど前に、こんなん見つけましたって教えていただいたものだったりします。1年も放置プレイしてたのですか？やり方はとても簡単。トラップドアを開閉するだけですね。あら不思議、落っこちました。仮見他社の調査によると、トラップドアは上付きでも下付きでもいける模様。上手に落ちました。ただ探っていくといろいろとコツがあるようでして、まず床が階段だと、落ちることができませんでした。階段ではうまくいかず、じゃあハーフブロックとかもダメなのか？と試してみると、うまくいきました。ガラスもオッケー牧場。階段の形に何か秘密があるのでしょうか？あとこのように周りが完全に塞がっていると、落ちることができませんでした。そこでちょいと隙間を作ってやると、ダメか？もうちょい穴が開いている方へ寄ってみましょう。いけました。そして植え付きの方では、中へボタンを設置してみたり、いけましたね。というわけでこの技に関してはまだまだ研究の余地がありそうです。3個目は燃料2倍術。通常かまどで精錬するとき、木材2個を燃料にすると、3個の精錬が出来上がります。しかし燃料の木材をそのまま投入せずに、作業台でハーフブロックにしてあげて、かまどに入れると、2個のハーフブロックで精錬できた数は3個。つまり、燃料2倍ですね。これは統合版限定です。Java 版だとハーフにしたら燃焼時間も半分になってしまうので意味がありません。統合版の方は得しちゃいましょう。燃料についてもっと詳しく知りたい方はこちら。宣伝ってこと？4個目はボート投資術。これも割と1マスの隙間あれば系ですね。ボートで突っ込んで機械を投資します。これほどよくセッティングしてある状態。透けてますね。ボートに乗り込んだらいい塩梅の位置を探りましょう。でもいい位置を探ってる間、窒息ダメージを受ける危険が危ない。ここで合わせ技、5個目は窒息回避術。亀の頭防具をかぶっていると、10秒間は水中呼吸効果があるので安心です。なんじゃあやあ。うまくいけばとんでもないものが見つかるかもしれません。無限ジオード。6個目は先っぽだけ早いマイニング。どういうことかというと、例えば効率後のついたツルハシで石を掘るとき、普通に掘ったらこのくらいのスピードです。掘るときのリーチは5マス先までなのですが、その判定の先端、先っぽで掘ったときは、すごく早く掘れるんです。これを活用して、先っぽで掘れたときに前進していくと、とても早く掘り進めることができます。あ、フリルックの木押し間違えた。横から見るとこんな感じですね。先っぽだけでいいからお願いします。早いです。普通の掘り方と比べると違いは一目瞭然。時は最先端時代。まあ大昔からある技なんですけども、ちなみにタッチ操作のスマホなどだと、少しリーチが長くて、6マス先まで届きます。しかしながら先っぽはちゃんと早いんですけど、続けて掘ろうとするとうまくいかないみたいです。まっくんこまっくん。7個目は1マスイマイニング。どういうことかというと、1マススイムマイニングですね。これまた1マスの隙間に入ります。ブランチマイニングしたい場所で1マスの空間を作り、水を流して、泳ぎます。すると泳ぎながら1マスずつ掘れるのですが、ここでこの泳ぎの体勢を保ったまま、届くところまで穴を開けておいて、
この状態から、さっきの先っちょマイニングを組み合わせると、即ダイヤが見つかります。やらせなのはダメです。というわけでこのまま掘りまくれば、めっちゃ早く掘り進められます。視界は狭いが役に立つ。主演は溶岩の源でお願いします。君のために掘る行こうと、いつか見えなくなる。8個目はピグリンキンボーグ。ネザーに生息しているゾンビピグリンは、通常プレイヤーを見つけると襲ってきます。でも金の防具を装備していると襲われないので安全。しかしながらホグリンとピグリンブルートには襲われるので注意が必要です。ブルートに拳で抵抗するとピグリンまで敵対するのでお気をつけ。9個目はピグリン要塞のチェストを安全にいただくの術。チェストの下を掘って、ホッパーを設置してあげれば OK です。見事に解凍できます。金防具装備とセットでやれば完璧です。直で開けるとこうなるので危なくて険しいです。あとせっかくホッパーで吸い取ったのに、チェストが空っぽになったか確認するのはやめておきましょう。10個目はボート乗り壊し術。ボートに体の大きいパンダなどを乗せた後、自分も乗り込みたいとき、スペースが全然ないから、なかなか乗り込めなくて大変ですよね。そんな時は穴とか掘って、下から狙いましょう。下から覗けば丸見えなので楽勝です。上手に乗れました。ボートを壊したい時も同じですね。ああ、こんな風にうまく壊せず殴ってしまうので、これも下から狙えば、ああ。ごめんなさい、わざとじゃないんです。わかり合えたのでよし。11個目はエリトラ激突ダメ軽減。エリトラロケット花火で勢いよく壁へ突っ込むと、落下ダメージ受けますよね。壁に水を垂らして立って食らってしまう。これが世の断り。しかしながら普通のブロックより幅が狭い。蜂のブロックに水を垂らした場合、ダメージをゼロに抑えることができる。はいー。余裕ですね。時代はハニーブロックこと蜂のブロックです。Java 版でもそうですもんね。統合版だって何度やっても。リプアイ。そんなバカな。蜂蜜は万能ではないのか。もちろん俺らは抵抗するで。突っ伏して。ダメですか。まあ斜めに突っ込めば大体大丈夫なんですけどね。これだけ勢いよく行っても。でもそれは普通の壁でも同じなので。というわけで、統合版では蜂のブロックでも、絶対ダメージなしにはならないようです。何か情報をお持ちの方は拳でご一報ください。ってことを。続いて12個目はスケルトンレコード。スケさんの矢で倒れたクリーパーはレコードをドロップする。それを簡素にトラップ化したものです。一時期バグでレコードでなかった時にも扱いましたね。あの時はアイアンゴーレムをおとりにしていました。このようにプレイヤーがおとりになればもっと簡単です。奴隷ここに。そこにレコード壊れてる？まあ作りはこんな感じです。スケさんの矢がちょこちょこ墜落していたので、待機場所にハーフブロックでも敷いて少し高くするとなおいいかもしれませんね。13個目はチェスト爆破耐性です。すでにネタバレしてる気がしないでもないですが、大事なチェストに向かってしゃがみながら水を設置しておけば、不意にクリーパーから爆破されても、チェストを守ることができます。素晴らしい。なんだか無駄に感動的な風景でございます。いくら追撃来ようがなんのその。このチェスト水バリア作成時は、周りにボタンとか看板を設置したり、水を掘っておくと見た目も良くなると思います。チェストを。14個目はゴーレムを安全に葬る術。ちょっと鉄が欲しい時、村のゴーレムを倒したくなることもあるでしょう。そんな時は3マスブロックを積んで登ります。ゴーレムの身長は 2.9 メートルなので、3ブロック上から攻撃すれば、基本的には安全です。ただ統合版の場合、こんな風に、何らかの条件でゴーレムが手を出してきます。すると攻撃が届いて食らってしまうので、万全を期すなら4マス登ってから攻撃しましょう。あと直接攻撃すると敵対されて危ないので、上から砂を落とすのもありです。先に、歩き回れないように囲っておく必要がありますが、砂で窒息させれば好感度、有効度を下げることもなく、鉄をゲットできます。多少時間はかかりますけどね。ラスト15個目は水路の水巻きの小技。このように2段目まである、大きめの水路を作るとき、上から1マス置きに水を流しても繋がらず、無限水源になってくれません。そこでちょっと便利な技があって、1マス置きに流した状態の、間の、縁の上に水をちょろっと流した後に回収。すると水流に触れた場所が水源化して、水路が繋がります。知っておくと少し役に立つかもしれません。ってことを。
というわけで、役立ちすぎて常識だけど意外と知らない小技15選でした。中にはどこが洞窟だよって技もありましたが、小技系のタイトルは毎回適当です。それでは今回はここまで。バイバイ。あばよ。